ばんは。そう、明日は長野県人会のラジオに出させていただきます。楽しみ楽しみ楽しみです。こんなラジオです教えてください。えらい、休日だけどえらい。お疲れ様です。いつも料理動画見てるよ、ありがとうございます。嬉しい。私の魂こもった動画を愛してあげてください。カレーに煮込んだらいいっすね。うまそう、うまそう。雪かき、あー大変だ。北陸とか新潟の方がね、結構雪やばいみたいなので、お気をつけて皆さん。そちらの方に住んでいらっしゃる方々、韓国ドラマの一気見してた。あーいいですね。休日にしかできない感じね、一気見。でもさ、韓国のドラマ一個見たことないんだよな。こんばんは、こんばんは。3連休やって、お3連勤終わって明日やって休み、おゆっくり休もう。もう3連勤の疲れを癒そう。一日で癒せるもんではないとは思うけど、少しでも癒そう。はあ、のんびりな休日いいですね。休日はやっぱのんびり過ごすに限りますよね。神社に行ってきました。いいね。私もちょっとそろそろ初詣したいな。初詣で去年のおみくじとお守りとだるま燃やしてもらわないと、焚き上げみたいなのしてもらわないとな。そろそろ神社も空いてきそう。確かにちょっとね、こうお正月から経ちました。もう10日ぐらい経ってるからね、かなり経ちましたよね。空いてそう。こんばんは、こんばんは。にお守りが入ってて、学業守りが入ってて、勉強を頑張る。こんばんは。明日どんだけやると、さあどんだけでよく小学なんだっけ、団子みたいな餅みたいなやつを木の枝につけてこうやって焼いてよく食べてた。なんて言ったっけあれ、なんて言ったか忘れちゃった。マユダは多分そう、なんかカラフル。でもそのまま焼くと焦げ焦げになっちゃうから、ちゃんとアルミホイルで焼いてるのが好きでした。幼いでももう4年5年ぐらい行ってないな。こんばんは。前髪伸びたな、毎日行ってるけど。ぴょん、絶対前髪ある方が可愛いんだけど
シュ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 。あ、そうだ、今日さミッサーから LINE が来たんですけど、もうメンバーと連絡を取らないで有名な私が珍しくミッサーと連絡を取ったんですけど、ミッサーから来たんですけど、あの12月の生写真でジタバタの衣装を着てるやつあったじゃないですか。ありがとう。生写真だったんですよ。ミッサーの衣装だって多分10人でしょ。でこう割り振ってるんだけど、ミッっていうのがミッサーから LINE が来て、私の衣装着てるのさえなんて言うんだっけ、ミッサーさえちゃんだけなんだけどって LINE が来てなんか単純計算だとさ、もう着るぐらいの気持ちだったけど、あ、ミサの衣装私だけみたいな。ミサの衣装を着させてもらうたびに、もしかしたらミサはめちゃくちゃ痩せてるから、もしかしたら私痩せてるかもって錯覚を起こすけど、その奇跡に入ってるだけYouTube とかさ、顔太るんだよな、勘弁してほしい。顔20がなっちゃうんだよね。ここに肉ついちゃうからさ、太って見えるんですよ私。悲しい。なんか川原って書いてある衣装着ました写真撮ってミスさんに送ったな。変顔して衣装のハンガーと川原って無言で写真だけ送った覚えある、ミスさんに。ミスさんの衣装を着てるのは私だけ。8時ぐらい絶対なるんだよなえ、ちょっとストーブの延長ボタン押してくる。あのさ、ストーブってさ3時間とか押せよって、あの防ぐためだと思うんですけど、ちょっとちっちゃかったようなイメージあるけど、ミスさんも身長伸びてるかもしれないから分かんないか。お、北山県警さんすごい、これ何の衣装。だって耳が映んない。熊タワーありがとうございます。ありがとう。帽子かぶって着物着てんの超かわいい。は、袴なんて言うんだろうこれな。成人式バージョン、あ、なるほどね。成人式か、成人式か。まだ来年で全然馴染みなくて分かんなかった。なるほどね。だからあの確かに成人式の時みんな着るよね、袴みたいなやつ。女性は袴じゃないか、なんて言うんだろうあれ。男性もあれも着物なのかな。女性は振り袖着たりしてね。こんばんは、こんばんは。そっか成人式ね。サイのファンの方で新成人の方いるかな、今見てくださってる方で。ファンの方の中にいるんだけど、今見てくださってる方にいるかな。おめでとうございます、新成人の皆さん。私も来年新成人を迎えます。一つ先輩羨ましいですでも年は取りたくないから困った。成人式どうなるかな、来年の成人式。え、ちょっとね、まあまた、まあまだまだ先だけど、夏ぐらいまでにはね前撮りをしたいわけ、振り袖の。そうだからさ、前撮りまでにはさ、また歌唱力の時みたいにめちゃくちゃダイエットして仕上げたいわけよ。筋トレとダイエットを頑張る習慣にしたいから、計画的にしないとな。え、なんかせっかくさちゃんと撮るならさ、ちゃんとした私で撮りたいじゃないですか、可愛い私で。
わかんない、前撮りってどれぐらいにやるんだろう。でも夏秋ぐらいにやってるイメージ。こむし、前撮りこむしね。いい時にやりたいな。振り袖は今の予定ではお母さんが成人式の時に着たやつを、似合わなかったらどうしようねみたいな、まあ多分似合うだろうあの気持ちで予定して、まあ似合わないことはないだろう、そう信じるよみたいなノリです。そう、で私お母さんと顔が似てないから、ですごいめちゃくちゃあ値段とかめちゃくちゃいいやつで、もうなんか信じられんぐらいちょっといいやつなんですけど、結構その着る人を選ぶ着物なんですよ。そうだからちょっとドキドキしている。本当に似合うかドキドキしている。お母さんのいとこ、お母さんのいとこが成人式でそれ着ようと思って一回着たらめちゃくちゃ地味になって全然似合わなかったんだって。そうだからさ、も地味になっちゃわないか心配。いや 顔の派手さが重要らしい心配だな、心配だな。あとはゆうなちゃんみたいにドレスでも撮りたいですね。せっかく二十歳になったから、二十歳の自分をこう残しておきたい。そうドレスといえば七五三を思い出すけどな。七五三の撮影むっちゃ楽しかったんだよな。3歳の時はちょっと覚えてるかな。7歳の時はもうしっかり覚えてるかな。あーでも7歳の時は着物で撮った覚えが全然ないんだよな。で撮ってると思うんだけど覚えてない、ドレスしか覚えてない。3歳の時は着物しか撮ってないから着物をよく覚えてるけど、なんか周りの中に小さいおじさんがいてのミックスみたいな衣装が着たいんだけど、衣装っていうか服が、私服をそれにしたいんだけどなかなか難しくて、それが私のファッションセンスではまだ実現できてないんですけど、若いうちはそういう格好したくて、30、40ぐらいになったら和服で生活する素敵なお姉様になりたいんですよね。そうなんかたまにこう街歩いてていらっしゃるじゃないですか、お着物でせあの過ごされてる、もうむちゃくちゃお綺麗な お姉様めっちゃ憧れる、いいなって思う、めちゃくちゃいいなって。和服好きなんだよね。男女ともに和服のフォルムがすなんかチュッみたいな伝わらないけど画体的に絶対似合わない。そう、そうあの見たいとかじゃない、目指す場所が普通の人と違うよね。ちょっと着たい男性の浴衣のフォルムが好き、帯が圧倒的に好き。帯かっこいいじゃんね。いいなあ、あれ着たいまあ浴衣は結構着る機会も多いからやっぱ着物だね。着物を着る機会ってほんと七五三ぐらいしか今のとこないかな、生きてて。常にお家に着物があるうちじゃないから、で年末年始とか年始にお正月に着たりとかもしないから、
こんばんは、こんばんは。しないからね、着たいかな。素材もすごい綺麗だしね、お着物。浴衣はやっぱ涼しいように薄く作られてるけど、お着物はすごいしっかりしてて、めちゃくちゃ触り心地いいし、布の。和服ね、気になるな。楽しみだな、将来着るの。まあ今も別に着ようと思えば着ればいいんだけど。いいんだけどね。着付けできないからな、今。勉強ちゃんとしないとね。みんなは和服着る機会ありますか？なかなか現代の人意識しないとないよね。なかなかないと思うけど、珍しいと思うけど、割合的にはね。気になる、気になる。できなかったら着ないな。普通に着ないかも。旅館に泊まるとき、ああなるほどね。旅館のあの、わかるわかる、浴衣ね。お風呂上がりに着るやつね。だいたいなんか紺色の帯じゃない、旅館のあの浴衣って。こんばんは、こんばんは。墓場なら合気道してた時に来てた。合気道やってたの？かっこよ。イメージないわ。袴着るんだ、合気道は。合気道があんま分かんないんだけど、すごいふわ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 しか分かんないんだけど。でも私あの夏祭りとかよく浴衣着てたんだよ、小学生の子。小学生の子浴衣とか着てたけど、あのここにめっちゃタオル、お腹にタオル巻いて帯締めてた。そう、なんかあの浴衣とかってなんていうの、あまりあのなんていうんだろう、くびれとかない方が綺麗に着れるから。で、小学生の頃とかさ、めっちゃ細かったの。なんかくびれとかいう問題じゃなくて、全体的になんかひょろひょろだったの。でも飯を食わないから、ご飯を食べないから超細かったんですよ。だからタオルぐるぐる巻きにして、なんか見栄えをよく浴衣着てた。そう、覚えてるわ。全然物食べれないの、そんなことしちゃったら。そう、こんばんは、こんばんは。お腹グッてなって全然食べれなかった思い出がある。さらに袴似合いそう。袴ね、似合うと思う。自分で言うのもあれだが。似合うと思うわ。でも着る機会ないな。袴ってだってさ、すごい声裏返っちゃった。袴ってさ、なんか若いうちじゃない？20代前半ぐらいまでじゃない？着る機会ないな。自ら着ないと着る機会ないな。でも可愛いよね。いいな。
弓道ね、弓道部活にあったけどなんかお金かかりそうでやんなかったな。じゃあ朝と夜夕方に練習あるがっつりタイプの部活苦手だからさ。そう、いや苦手なんだよな部活、やんなかったな。まあもう高校の時ってアイドル活動してたしね。こんばんは。でも部活頑張れる人すごいよね。無理なんだよな、嫌になっちゃう。だから部活を頑張ってた人たちはマジで尊敬の気持ち。行ったら楽しいんですよ、行くまでが帰りたい一旦なんかめんどくさい経由しないといけないなんですかね、あるあるじゃないですか。行ったら楽しい。こんばんは、こんばんは。こんばんは。中学の部活今思えばまあ楽しかったかな。合唱コンクールとかおもろかったな。金賞取った時とかの喜び覚えてるもんな。やったーってそんな軽いノリじゃないけど。こんばんは。そうか、勝負だったんですよね。知らない方もいるとは思いますけど、たまに言ってるけどそんなに浸透してない気がする、元が勝負だったこと。合唱部ちゃんと筋トレとかしてたんですよ、歌うために。めっちゃ腹筋やった、中学の時一番腹筋やってた説ある。部活行くたびにまず筋トレから始まるんだもん。やってたな。かわいい、ありがとうございます。でも合唱コンクールの金賞、銀賞、銅賞って1校だけじゃないんですよね。金賞が3校ぐらいいて、銀賞が5校とかぐらいいてみたいな、で残り同賞みたいな、そういうノリなんで、まあ、1位ってわけじゃないんですけどね、金賞が。だから部活だ、運動だったらベスト8に入ったみたいな、まあだから金賞は表彰台に上った、銀賞はベスト8に入ったみたいな、銅賞は参加賞みたいな。合唱コンクールの賞の付け方はそういう感じです。そう、懐かしいな。あったあった、ダメキューめっちゃ懐かしい、その響き。合唱部じゃない方とか、水部とかも多分同じノリだと思うんですけど、その次の大会、例えばそのエリア大会があって、次が県大会みたいな時って、そのエリア大会で上位何校が金賞、上位何校が県に進めますみたいなのがあるんですよ。で、例えば4校を県大会に進めますってなった時に、なんか5校ぐらい金賞を発表するんですよ。なんか金賞なのに
全国にはあその次の県大会には進めないみたいな、あの一瞬喜んだけど、ね、悲しむみたいなね、あのあるんですよ。だから金賞を取ったからといって安心はできないみたいな。そうそうそう、それをねダメ金って言うんですよ。金賞なのに次に進めない金賞をダメ金って呼んでたんですけど、めちゃくちゃ懐かしくて今テンション上がっちゃった。こんばんは、こんばんは。そういうシステムが一瞬であのみんなのテンションが下がるっていう、あの行事、恒例行事あれね、あれ悲しいんですよね。そう、うん、悲しかったな。うん、そんなのもありましたね。まあ多分文化部じゃない人はそんな馴染みないと思う。水部とか合唱部は多分そういう感じ、水部も多分そういう感じだったと思うんだよな。水部入ったことないから水部の大会は分かんないけど、友達水部が多くて、私の友達ね文化部が多いんですよ水部がめちゃくちゃ多いんですよ。水部が合唱部だったんですよ、私の仲いい子。そう、そんな感じ。だからなんとなくわかるけど詳しくわかんないんだよな。あでもうんそうだな、さやの友達みんな文化部総じて文化部だわ、むちゃくちゃ文化部。みんなあの教室で談笑するタイプ、休み時間にイエーイって遊びに行くタイプじゃなかったルイは友を呼ぶスタイルでしたね。私もそうだったから、なんならさ寝てたしね休み時間。吹奏楽文化部の中の大会系って言われてなかった、言われてなかった。なんなら合唱部の方が筋トレとかしてた、めっちゃたまにだけど。吹奏楽は筋トレとかしてるとこ見たことない。ハンドボール部で松ヤニを手につけて、松ヤニってなんかベタベタするやつだよね多分。それをつけなんてハードなスポーツなんだハンドボールってさ全然わかんないんだよな。松ヤニをつけるの、それは洗うの大変だよね。大変だな。初めて知った、松ヤニなんて使うんだ、知らなかったな。きつい、終わっても終わらないみたいな、部活終わっても終わらないみたいな、自分の戦い大変だ。そうなんだね、いろいろ工夫があるんだね部活ごとにね。部活をやりやすく進めるためのね。そうなんだ。そうなんだ。じゃあ合唱コンクールの県大会めちゃ合唱人口少ないのかな静岡って。でもさ合唱部しか経験したことないから合唱部しかわかんないんだよな。小学校も合唱部だったし中学も合唱部はやってないし、友達の話でも運動部の友達いなさすぎてまずい、話が思い出せない。あでもあの陸上部とサッカー部と野球部が校庭すごいなんか分け合って使ってて、めっちゃなんかどの部活も狭そうにやってたのを覚えてますね。なんでそんなこと覚えてるんだって感じなんですけど校庭を分けて使ってるのがすごい狭そうだったのを覚えてますね。
大会系でやりたい異常に悪いのでなかったですね。もうそもそも選択肢に入ってなかった。だって野球はできないでしょ、サッカーなんてもっとできないでしょ、足遅いし、バレーもできないし、あのバドミントンとかがもしあればやってたかもしれない。あとなんだろう、でもね運動部って厳しいイメージあるから性に合わないかもしれないねやりたい部活なんだろう、まあ、バドミントンはちょっとやりたかったかも。でもないかな。ないかも。根本的な運動嫌いが発動してないかもしれないですね。結論ない。なんかいっぱい走らされてたから、走るの無理だから無理ですね。そう、なんか校内をなんか1階から3階まで階段こうたまた降りてくるみたいなのを何十往復もやっててだなっつって、速攻消したね選択肢。そんな走らなくても卓球できるよって思っちゃった。小学生の頃やってた時は走ってないっていうか、まあクラブでやってたから結構強い人たちがいっぱいいるところだったんで、それでまあ県大会とか、あの中部エリアの県大会の一個次の中部エリアの大会とか出てたんですけど、卓球やるのは好きだけど走るのは無理だなと思って、そうのやめました。だからあの反復横跳びだけは人よりできるんですよ私。体力テスト私全部平均以下なんですけど、唯一反復横跳びだけ、反復横跳びめっちゃ得意、卓球でめっちゃやったから。卓球の卓球はあの本当に半分横跳び、そう多少胴体視力も上がってる気がする、卓球やってたおかげで。卓球の球ってつる、今はもう衰えてるような気もするけどな。が卓球ってそ旅館にこう温泉の後にやるように置いてあったりするじゃないですか。なんか気まずいんですよ、洗濯球も変にできちゃうと逆にちょっと気まずいみたいな、あうっすみたいな、そうそうそう、その問題はある。そう、そう手加減の仕方が分かんないんですよ。そう、だからねそこだけ難しいですね。まあ、温泉卓球する機会、まあ、あんまないんですけど、ほぼないんですけど、まあ、でも卓球楽しかったな、またやりたいな。ちょっと卓球好きなんだよな、運動で唯一好き、でもスポーツで唯一好きなのは卓球だからね。卓球しかできるスポーツがないっていうのが悲しい。兄ちゃんとかは、うちの兄ちゃんは楽天とかもできるタイプの人間なんですけど、めちゃくちゃ運動神経いいからどれもこれも人並みにできるんですよ。初めてやるスポーツも人並みかそれ以上できるんですよ絶対。足も速いし
サッカーとか野球とかバスケも上手だった気がする。バレエは知らないけど上手だったと思う。でバドミントンは結構本気でやってたからめっちゃ強いしみたいな、なんかいいなって感じ運動神経全部兄ちゃんが持ってる、私の分まで多分持ってるね。そう、筋肉つきやすい。私と違って、そう、私はどんだけ筋トレしても筋肉つきにくいんですけど、お兄ちゃんは筋肉すぐつくの。もうなんか普通に生活してたら筋肉つくみたいな、なんかえみたいなそんなことあるみたいなね、体質なんですよ。羨ましいです、とってもいいなー、いいないいないいな、そんな感じですね。うちの兄ちゃんはそんな感じ。懐かしい、なんか家でバク転やってたとかやってたのとかめちゃ懐かしいけど、本当に羨ましいんですよ。足がめちゃくちゃ遅いの私。そう、めちゃくちゃ遅いから足の速さはもうちょっと欲しかったね。なんか足遅くて困るときはなんか例えばなんだろう、お仕事の現場で次のとこに急いで行こうみたいになってみんなで走るとめちゃくちゃ置いてかれるんですよ私、足遅すぎてそんなことあるって感じなんですけど、私めちゃくちゃ本気で走ってもなんか差が開いちゃうんですよ、追いつけない。これ困るね、足遅くて困ることは。そこ8のメンバーみんな足速くて、ご存知の通り運動会で優勝しちゃうぐらいみんな運動神経いいから置いてかれるんですよね。もうちょっと足速かったらな、さやも切ない。めちゃくちゃ本気で走っても全然ねみんなについていけないんですよね羨ましい。なんか私さ、なんだろう、足はそんなに短くないと思うから多分相当回転が遅いんですよ。足のフォームがめちゃくちゃ、走り方のフォームが変とかそんな言われたから、走り方が変でもなく、あの身長が低いわけでもないが遅いみたいな、不思議な、もうなんか理由が分かりませんみたいな、そう感じです。不思議なんですね、なんで足遅いんだろうね、こんなに。不思議だね。なんか今 50m 測ったらどれぐらいなんだろう。高校の時は9秒8とか、ほぼ10秒だった気がする。やばくない？ 50m10 秒、お、遅っ。ユメルの MV みたいなのあったら、あ、でも長距離は私得意だからユメルの MV だったらいける。100、500、50とか100がめちゃくちゃ遅くて、短距離がめちゃくちゃ遅くて、長距離は人よりちょっと速いんですよ実は。そう、長距離はちょっと得意なんですね。精神力が多分ある。遅いけどそのペースをずっと保ってられるから人より多分できると思うんだよね。こんばんは。そう、瞬発力より耐久力、あ、そうそうそう、持久力派持久力派です。なんかあの高校の時長距離みたいなの走ったんだけど、結構何番目だったかちょっと覚えてないけど結構速い方だったんだよな。まあ、運動部の、 あの陸部とかの人には全然負けたけど、もちろんねそれは負けるけど、他の運動部の子、バレー部の子とかには勝ってたんだよな。すごいよね。
シャトルランは足遅いから無理あのだんだんさ音楽の時間が短くなっていくじゃん。足が遅くてついていけなくなっちゃうんですよね、シャトルランって。シャトルランは無理。そう、そういう感じでした。シャトルランはね最高48ですね私結構しょぼい、結構しょぼいです。よく覚えてるな。あるわ、はじめまして、こんばんは。こんばんは、こんばんは。かわいい、ありがとうございます。シャトルラン今なんか8のメンバーと一緒にやりたいな（笑）ちょっと気になるシャトルラン今やったらどれぐらいなんだろう。8のメンバーできそうだな、シャトルラン。結構今後も頑張っていこうと思います、います。じゃあそろそろ終わりにしようかな。1時間ぐらい経ちますね、そろそろ。今日早起きしたせいでね、絶対ではランキング読みます。13位ケンケンさんありがとうございます。12位マサトさんありがとうございます。11位ヤスさんありがとうございます。11位ペンヤツさんありがとうございます。6位ヒラリンさんありがとうございます。5位アンディさんありがとうございます。4位はサッピーさんありがとうございます。3位トメさんありがとうございます。2位チュンチュンさんありがとうございます。1位は成人式クマちゃんタワーを建ててくれた立山研究さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。まあでもやっぱ運動嫌いからしたら2時間走り続けるより2時間踊り続ける方がいいですね。まだコンサートとかねめちゃくちゃ頑張れるんだけど、走るのってやっぱ辛いよねっていう気持ちです。ということで今日も配信お付き合いいただいてありがとうございました。おやすみ、バイバーイ。